それじゃあ第5回を始めたいと思います。前回までロバート・トームのイソップを中心に、イソップの東伝というか、イソップが東に伝わったお話をしてきました。で、このロバート・トームのイソップというのは非常に 特殊な部分がありますね。何が特殊かというと、私はこれをですね、こう考えてですね、異文化接触とか異文化伝播、あるいはそれを受け入れる異文化需要の一つの形というか方法ではないかというふうにして考えております。で、結論から言いますと、ロバート・トームのイソップというのは相手方の文化に身を置くといいますか、非常に謙虚な態度であると、これは一つの翻訳のあり方ではないかというふうにして私は考えております。で、これとよく似たお話がその次に言う問題で、イエズス会の布教方法、つまり適応主義と言われますけれども、後にそれによって天然問題が発生して発展して、近況になるということがありますけれども、このイエズス会の布教方法とも非常に関わりがあるんじゃないかというふうにして僕は考えているんですね。で、その典型が実は聖像画というですね、つまりキリストの一生を描いた絵がありますが、聖像画ですね、これを通してですね、宣教師のいわゆる中国文化への同化への一つの道筋みたいなのを、考えることができるのではないかというふうにして思っているわけですね。で、実はナダールという人がこういった本を書いています。福音書物語絵巻、通称エヴァンゲリアというのが、アントワープというところで、ベルギーのところで出版されたんですね、1593年。で、同じような本が福音書についての仲介と瞑想、聖教戦略というものが実はありますね。で、こういった本が実はあります。これはキリストの一生を、絵で描いているんですね。もちろん下に説明の、ラテン語による文字もあるんですが、そういったものが実はあります。で、これが、それですね、これが最初の1ページ目です。つまり、受胎告知の絵ですね。マリアがこのガブリエルという天使が、お前さん、あなたは、これから妊娠をしますという、受胎告知の非常に有名な絵ですよね。で、下にそのラテン語で説明が書いてあるという、これが、本ですね。こういうやつですね。これが、ナダールという人が書いた本なんですが、実は、これをですね、アレニというアイル・オリュエという、いわゆるイエズス会の宣教師がいますが、彼がですね、天守皇帝出生警戒という、あるいは天守皇帝原稿記録とも言うんですが、そういった本に、しているわけです。これは1637年に、出ている本ですが、それはどういったものかというと、こういうやつ。で、アイル・リュエって書いてありますね。で、そこには絵があって、こういうふうな絵ですね。で、これがさっきの、受胎告知の絵ですね。で、ここに下にそのラテン語で説明がありましたが、このアレニのやつはここが中国語になっているんですね。中国語で、非常に面白いんです、この絵はね。で、孔乙平帝と、その絵の、例えば孔は何を指すかとか、平は何かというの、その1234の代わりに孔乙平帝でこの番号で示して、それの説明を中国語に直しているというね、非常に面白い本ですね。で、これが一つあります。それともう一つですね、ローチャという人がもう一つ別の本を書いてた、聖年寿規定という本ですね。これは1619年ぐらいの本ですが、これは実は天主聖教啓蒙という、ドチリナーみたいな、聖教要理みたいな本ですが、それプラスこの本で一冊になっているやつがバチカンに所蔵されていますが、この中国名を、ルオールウアンという人ですね、この下が描いた絵が非常に面白い。で、どういったものかというと、これですね、聖年寿規定という、ニーメイティエンツオルシェマ軍夫この中国語完璧に緩和と言っていいですね。いわゆるさっきのあのやつは、アレンジのやつは文言ですが、これは実は基本的には緩和です。口語ですね。ニーメイリーツオルシェマ軍夫クイアンダニーシャマシャマ、こうなってますね。基本的には非常にこなれた緩和で書かれているんですね。
で、それに、付随し、ついている絵です。これ見てください。これがこれにですね。これがマリアで、これがガブリエル天使ですね。いわゆる受胎告知の絵です。で、後でまた一回見ますけども、まあ、そういったものが、まあ、出ております、ね。で、もう一人アダム・シャールという、ね、人も実は神庭所蔵という中でこういったものを書いている、ね。でいずれもこれはイエス会の宣教師が書いたものですね。で先ほどのやつをちょっと比べてみますね。でこれがあの 原画ですね。ナダルという人が書いた絵ですね。でこれが、ローチャのやつです。わかりますこれ、まあ、これは、まあ、ガブリエルが雲に乗ってますね。ただ雲がこの雲っていうのは中国の伝統的な雲なんですね、うん、この格子窓がありますね。こういう格子窓っていうのはヨーロッパにはありませんね。こういうやつね。で、ここが特徴的ですね。この聖書かなんかが本が載っている机がありますが、これはご覧ください。ここが全く中国風でしょ。チャージーというね、これは中国行くとどこにでもあるようなやつですね。これに変わっている、ね、つまり完璧にこれからこっちに行ってるわけですね。つまり中国か本土かと言ってもいいんですが、そういうふうな、ことが言えるわけですね。で実はこういったやつが他にも実はたくさんあります、これは救世主予想全図とかいうもの。これは結構後のやつですね。1869年、これジョカワイ、上海のジョカワイの蔵書楼に、まあ、ある本ですが、こういったやつがあります、ね、これも実はキリストの一生を描いた絵なんですが、キリストこれ全く中国人ですね。そうでしょ。これは全くヨーロッパの雰囲気がないんですね。同じようなものが救世主実行全図というのがありますが、これなんかに収められている絵も大体そうなんですね。こういうふうなやつね、うん、これですね。でこういったやつが実は他にもあって、道元聖水という本があって、これはもともとバチカンにもあるんですが、こういったやつがね、こういった長崎の純真大学なんかでこれが最近復刻されてますけども、こういったやつもあります。でこれもこんな絵ですね、うん、で基本的には中国風に、まあ、置き換えられているというふうに考えで下中国がありますね、うん、はい、でさらにですね、時代が下がっていくと、これ The Life of Christ というチャイニーズアーティスト書いてありますけども、これをご覧ください。これが、ガブリエル天使ですね。これがマリアです、ね、うん、これなんか、これキリストです。これマリアですね。これ足の歯が生えてるでしょ、うん、これはモーボ三世みたいな感じがしますが、これがいわゆるキリストの一生を描いた絵なんですね。全くここまで来ると中国人が見たら、これは絶対中国のものですね、うん。でさらにこういった中国公共美術みたいなのがあって、これは割と終わり、後のやつ、最近のやつですが、1950年に出た本ですけども、こういったやつもう全く中国人ですね。この顔つきなんかもね、これご覧ください。これマリアですね。これイエスですね。こういう感じですね。これさっきのガブリエルが、受胎を告知にしてしに来た絵ですが、基本的には中国風に変わってるわけですね、うん、ありますね。こういった変容が見られるわけですね、うん、他にも例えば図説正教古事というような本なんか見ると、全く中国人に変わっていますね、うん、はい、で実はもう一つ面白いやつがあって、天路歴帝という本があります。天路歴帝、これ実は、バニアンという、ジョン・バニアンという、まあ、イギリス人ですが、これが書いたお話なんですが、寓話ですけど、これはクリスチャンという、まあ、クリスチャンってもそもともクリスチャンです、そういう名前になってるんですが、クリスチャンという男が天の都までたどり着いていくお話ということで、まあ、キリストの一生を描いていると言ってもいいんですけども、こういった本が、まあ、出ます。でこれがですね、実は中国語に訳されるんですね。で最初に訳したのはムー・ウェイリエンという人が訳すんですね。これもイギリスのロンドン会の宣教師ですけれども、彼が、こういう行脚系列伝という経歴伝という形で最初に訳しますね。でその後ですね、天路歴帝という、まあ、有名な名前で、
1853年に中国語に翻訳されております。でその後実はこれは文言で書かれて漢文で書かれてるんですが、その後漢はいわゆる高等語で書かれた本とか、あるいは広東語の本が出ます、ね、これたくさん出ますね。実はこれはその後日本語訳もあります。で日本では1871年にですね、七一雑報という、まあ、そういう雑誌にまあ連載されて、その後単行本も出ますけども、日本でも非常にこれは、よく読まれた本ですね、うん、でこの中に含まれている挿絵をご覧くださいですね。これ実はキリストなんですね。キリスト教と関係するやつ。でも基本的にはこれを見てもですね、誰もヨーロッパのキリストの絵とは思わないですね、うん、そうでしょ。全くこういうふうな感じですから、基本的には中国の白話小説の挿絵によく似た絵になってるんですね。でこういったところが面白いですね。つまりこれはイエス、まあ、キリスト教の一つの宣教の方法です。適応主義というね、相手方に身を置くという一つの方法ですが、で実はこれ日本の長崎に泥版画ってがあるんですね。大浦天主堂なんかに所蔵されておりますが、これはですね、今までお話したのは中国化、中国に同化した形ですが、これは日本同化のやつですね。つまりこの大浦天主堂に収められている泥という神父が描いた絵っていうのはこういうやつです。悪魔図みたいな、地獄図みたいな感じもあるんですが、これが全く日本式にこう変えられてるんですね。この和服を着てるでしょ、こういうふうなね、うん、こういうやつね、全く日本式に変えられたんですね、うん、でこれはいわゆる日本式に変わったキリストの一生を描いた絵と言ってもいいんですが、こういったものも実はある。つまり東アジアではキリスト教が伝わった時にこういったことが起こったということが言えるんですね。でつまりこれどういうことかということですね。実はもう一つ面白いのはモリソンという、ロバート・モリソンという人がいます。でロバート・モリソンは多分皆さんよくご存知だと思いますが、イギリスのロンドン伝道会の宣教師ですね。まあ、中国伝道の開拓者、パイオニアと言われていますが、彼はマラッカというところで、まあ、英華書院を作ったりして、その後ですね、中国の文法書、初めての文法書、それから漢訳聖書、新旧全漢を彼は翻訳したんですね。それから英華辞典を作ったりして、非常に有名な宣教師ですが、彼が英華辞典の中でこんなことを言ってるんですね。こういうふうなことね、英華辞典の第1巻の第2部の序文でこんなふうにして言っています。読者はこの、辞典の翻訳に際してですね、使える、正確な言葉をこの辞典に期待してはいけないという、つまり辞典というのは非常に有用なもので便利なものですが、そこで提供できるのはしかるべき 文句を取り出す一つの手がかりになるだけだというような、言葉の意味の一部しか辞書は反映してないということを言ってるんですね、うん、ですから基本的にはその 辞典でもって言葉を勉強するというのは非常に困難があるということを言ってる。というかもっと言えばですね、彼は翻訳をする場合にこの翻訳の等価イコーリティというのは、実は得ることができないんだということをまあ言ってるんですね、うん、つまり翻訳の等価という問題ですね。翻訳に正確な等価はもともと期待できないということを書いてるね。つまりこれはですね、翻訳というものに対してその極めてその謙虚な態度と言っていいわけですね。つまりややもすると辞典は万能とかですね、自分の翻訳がまっさに相手元の文と等価であるとか、そういう思い上がりがあるんですが、モリソンはそうではないですね。実はメドハーストという人も英華辞典を作るんですが、メドハーストは実はちょっと違う。メドハーストは結構自分の辞典に自信を持っている部分があるんですね。ただモリソンはそうじゃない。モリソンは自分の辞典に非常に謙虚であるということがありますね、うん、ですから翻訳をする際にあまりその難しい言葉を使ったりしないですね。だからその辺がメドハーストの英華辞典の語彙とはちょっと違う部分がある。でも説明的にこの記述するという部分がモリソンなんかには見られるんですね、まあ、いずれにしまして一つの翻訳に対する態度ですね。で
イエズス会のさっき言った翻訳っていうのはまさにそうなんですね。つまり翻訳官の底流にあるもの、実はイエズス会の適応主義も、それからモリソンのそういった辞典に対する謙虚さ、それからロバート・トームのイソップの翻訳の仕方っていうのは、私が考えるにはその底流にあるものは基本的には同じだと。で、じゃあそれどういったものかというと、相手方への文化に対する限りないその畏敬とですね、そこから出発してとことん相手方の文化に身を置くという、そういったいわゆる自己同化の意識があるというふうにして私考えてるんですね。これは翻訳の一つの方法というかあり方だというふうにして私考えております。で、中国でも昔からこんなこと言ってますね。「言は意を尽くさず」、「詩曰く書は言を尽くさず言は意を尽くさず」と言ってるんですね。つまり言というのは意を、失礼いたしました ですね。ですからこれは必ずしも言語っていうのは限界があるということは、昔から中国、孔子は言ってるんですね。越境の中で言ってるんですね。で、言語には限界があるということを考えながら、その相手と分かり合うってね、やっぱりこう必要なことで、その分かり合う背景にあるものは当然相手方の文化ということですね。ですから異文化理解とか、異言語接触ということは、そういうことをやはり考える必要があるだろうとして私は考えております。で、今日はここまでにします。どうもありがとうございました。さっきなんだ さっきなんだっち 大丈夫でしょう